先生、今回の秋季臨床大会で感じられた興味深かったことですとか印象などをお伺いさせていただければと思います。はい、私もまだ参加して今日はまだ1日目なのであまり見えてないんですけれども、その教育講座として開かれた、医療の質とかですね、それから、遠隔診断ですね、その、まあ、学会として提示されたガイドラインですね、それに対するこう理解を深めて、で、まあ、もうそういうところで今まではそのどちらかというともいつかやるんだろうという形のものが、実際には多くのその、まあ、特に遠隔診断に関しては実際やらざるを得ないという状況になっていて、でそれをやる上でいろいろこう昔であればこう意識しなくても良かったことがいろいろそのシステムに入れたためにいろんな問題を生み出しているということを気づかされて、でやはり自分の診療とかですね、あるいはその外部とのやり取りの中でこう気をつけなければいけないことが増えたなということを勉強させてもらいました。はい、ありがとうございます。